始まりました整備学園チャンネル。今日も楽しくやっていきましょう。今日は整備学園足利学校の校舎紹介動画です。今日校舎を紹介してくれるのはこちらの皆さんです。教員のジーマです。1年生のスノーです。1年の葵です。お願いします。ということで本日はこちらの3名に校舎を案内してもらいたいと思います。それでは早速行ってみましょう。整備学園グループ7月より学校説明会スタートします。藤原さん、内容の方は？はい、整備学園の説明がこちら、概要説明、そしてコラボや授業の体験、そして在校生の生の声がこちら、先輩トーク、そして最後には個別相談ができちゃいます。はい、ということでですね、概要欄の方に、お申し込みフォーム貼っておりますので、ぜひ、皆さんですね、そちらからご応募いただければと思います。皆様のご参加お待ちしてます。それではここは何のスペースですか？ここは職員室になります。普段職員室前では私たちの名誉校舎長がお迎えしてくれています。めちゃ可愛いですね。先生たちはどんな風に過ごしてるんですか？まず朝来たら生徒に全員に声かけをさせていただいております。休み時間とかもここでご飯を食べながら生徒がカウンターにやってくるので、そこで会話していたりとか、ちょっと漫才したりとか、そんなことやっております。漫才してるんですね。漫才になっちゃいます。なっちゃうんですね。普段先生たちとはどんな話してるんですか？先生に猫自慢をしてます。猫自慢。私の推しの話を聞いてもらったりしています。じゃあ自分の好きなこととか趣味のこととかを先生にいっぱいお話ししてるんですね。はい。先生それを聞いてどんな風に返してるんですか？のろけかとか返答に困るとか思ったことをストレートに言っていますが、自分も好きな芸能人が結婚して嘆いた話をしたとかもあります。共通点もじゃあ結構あるんですね。はい。いろんなコミュニケーションが取れそうでよかったです。それではここは何のスペースですか？こちらはロビーになります。ロビーはどういう風に普段使ってるんですか？私たちは普段はここでボードゲームをしたり、様々な人でいろんなことをやっています。ボードゲームやったり、いろんなことをやってるんですね。他にはここでご飯食べたりとかしてます。生徒たちみんなでコミュニケーションを取るような感じで使ってるんですね。そうですね。先生たちはどんな風に過ごしてますか？ご飯食べたりとか、ボードゲームやったりとか、まあ、あとボケとツッコミをやったりとか、そんな感じですね。やっぱ漫才やってるんですね。大体漫才やってることが多いですね。じゃあ先生たちも生徒と一緒にコミュニケーションを取ってるっていうスペースなんですね。はい。なるほど、職員室に続いていろんなことができるスペースですね。あ、なんか生徒消えちゃいましたね。あそこのお二人は使っていないので。そうなんですね。はい。なんかじゃあ学科が違ったりするんですか？あ、そうですね。こちらのスペースは個別指導科の生徒が使っております。なるほど。個別指導科っていうのはどんな通い方をしますか？月曜日から金曜日、自分の好きなタイミングで登校して、1ヶ月のレポートのノルマがあるんですけども、そのノルマをクリアしていて毎月提出していくという形になります。なるほど。じゃあ自分のペースで通えて課題も自分で進めるっていう感じなんですね。はい。先生から教わったりすることはできますか？あ、もちろんできます。特にわからないところを中心に毎回授業で空きコマの教員がいますので、その空きコマの教員が時々様子を見に来たりとか、場所によってちょっとスペース確保が難しい場合があったらロビーの一部机を使って指導することもできます。なるほど。普通科の子と交流したりとかもありますか？そうですね、午後のクラブ活動の時間だったり、あとは、校外学習に行ったりして交流することができます。じゃあお友達もできそうですね。はい。整備学園ブログもやってます。見てね。ここは何のスペースなんですか？はい、こちらの方は面談ブースとなっております。なるほど。じゃあちょっと相談事があるよとかっていう時に使うんですかね？そうですね、基本的には生徒と教員と個別面談やったりとか、転編入生の問い合わせ、新入生の問い合わせがあった時にこちらの方を使用しております。ご家庭の皆さんとお話しするよとかっていう時に使ってるんですね。はい。他にどんな子が使ってますか？クラブ活動とかでもネイルチップやる時にちょうどいい場所にコンセントとかあったりして。あ、なるほど。はい。たまにクラブでも使用することがあります。なるほど。じゃあ相談事があるよっていう時にはもちろん使うけど、はい、それ以外の時にも有効活用してるよっていうスペースなんです。そうですね。はい。ここは何の教室ですか？普段私たちが使っている普通科の教室になります。おお、どんな風に過ごしてるんですか？ここで授業を受けたり、授業の合間の時間に準備をしたりとか、あと友達と喋ったりとかしてます。おお、じゃあ本当に2人が毎日過ごしている教室ってことですね。はい。なんかルールとかはありますか？
通科は普段レポートの解説授業を板書形式で受けることができます。月曜日から金曜日に登校して授業を受けて出席率を取っているんですが 60% 以上を目標にしております。午後のクラブ活動も参加してもらっております。2人はどんなクラブに出てるんですか？ボードゲームとかによくやってます。どんなボードゲームやるんですか？人狼ゲームだったり、あとはトランプやUNOなど様々なことをしています。おー、いいですね。他にどんなクラブがありますか？ものづくりクラブや音楽クラブなど様々な曜日に分かれていろんなことをしています。じゃあ自分の好きなものとか趣味、興味があることに取り組める時間っていうのがクラブ活動ってことですね。はい。ここは何のスペースですか？ここは音楽家とか音楽クラブで使ってる音楽室になります。おお、音楽室みんなはどんな風に使ってますか？ギター、ベース、ドラム、ボーカル、様々な先生が日替わりで教えに来てくださっています。お、教えてくれるってことはじゃあ初心者でも始めやすいってことですね。はい。音楽は実際やってますか？はい、私たち2人はですね、今年の夏に開催されるラブミュージックでカラオケで出演させていただきます。おお、じゃあ披露する場もあるっていうことですね。はい、音楽家について先生教えてもらってもいいですか？はい、音楽家は音楽クラブとは別に1コマ30分、年間48回で音楽講師の先生からマンツーマンレッスンを受けることができる科になっております。3年生になりましたら卒業制作があります。音楽クラブでみんな音楽もできるけど、さらに音楽を極めたい人は音楽科っていう学科もあるよっていうことですね。そうですね。整備学園は転入生、編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。本日は整備学園足利学校の校舎を紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。何か告知はありますか？7月より整備学園足利学校の学校説明会が始まります。個人面談等もいつでもやっているのでぜひ来てください。その他各種 SNS フォローもよろしくお願いします。はい、ということでこちらの動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録とベルのボタンをポチッと押してください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。